設担当させていただきます熊と申します。よろしくお願いいたします。お願いいたします。カルテのご入力ありがとうございます。本日気になっている症状が首こりでしたり肩こりと眼精疲労と書いてあるんですが、はい、何かちょっと特にここがとかございますか。はい、もう首肩眼精疲労に限らず、はいはい、アビコ店さんは、はい、駅前にあるということで、はい、あの、まあいろんな方が初めていらっしゃる方とかも多いと思うんですけど、はい、最初はどのコースを選ぶのがおすすめとかありますか。はい、私がおすすめするのは、はい、やはり60分コースから、うん、まずは1時間。そうですね、はい、30分コースですとあと猫背があるということだったので、あのここのデコルテの方をですね、あのちょっと回して、きっとここで止まってた血流が流れてきたんだろうなっていうことで即効果を実感できました。とても心地よかったです。こんにちは。ご予約いただいてるお客様ですか。はい、お願いします。そしたら靴脱いでいただいて、はい、スリッパに履き替えてください。はい、お好きなとこ置いていただいて、お席どうぞ。失礼いたします。本日ご来店ありがとうございます。本日は初めてでよろしかったでしょうか。はい、はい、ありがとうございます。そしたらお先にカルテのご入力をお願いしておりまして、はい、携帯の方からちょっとカルテの入力をお願いしたんですが、よろしいでしょうか。はい、失礼します。ありがとうございます。はい、では追加をしていただいてトークボタンですね。はい、そしたら初回の方なので初めましてと入力していただきますと、はい、URL が送られてまいります。そちらから入力をお願いいたします。はい、最後にですね、ご利用規約のチェック欄がございますので、こちらに目を通してからチェックの方をお願いいたします。失礼します。わかりました。ありがとうございます。失礼いたします。こちらお預かりいたします。本日担当させていただきます熊と申します。よろしくお願いいたします。お願いいたします。カルテのご入力ありがとうございます。ちょっと確認させていただきたいんですが、初めてでいらっしゃいますかね。ヘッドスパとかマッサージは。ヘッドスパは何回かやっていただいてます。はい、最後に受けたのはいつ頃ですかね。そうですね、今月1回。そうなんですね、わかりました。ありがとうございます。本日気になっている症状が首こりでしたり肩こりと眼精疲労と書いてあるんですが、はい、何かちょっと特にここがとかございますか。はい、もう首肩眼精疲労に限らず、うん、はい、ちょっと最近予定を詰めすぎて、そうなんですね、全身疲れてしまっているので、はい、あ、そうなんですね。まんべんなく、はい、わかりました。かしこまりました。一応ですね、あの首こり肩こりですとこういった項目がございまして、こういう原因のところがあるんですね。で、スマホだったりパソコンをよく使用するというのがカルテに書かれていたんですが、はい、それ以外にちょっとチェックするところございますか。あの同じ方にカバンかけてしまったり、うん、はい、今もそうなんです、うん、ちょっと猫背、深い椅子に座ると猫背になってしまう癖がついているので、はいはい、そうですね。そちらもちょっと確認していこうかなと思います。お願いします。はい、本日特にあのここをやってほしいというところ箇所はございますか。お任せでもよろしいか。かしこまりました。じゃあちょっと全体的にやっていきたいと思います。最後にですね、ちょっとあのいろんなところちょっと触っていただくので、なんか特に触ってほしくないところなどございますか。特にない。大丈夫ですか。はい、かしこまりました。じゃあ手術の方に移っていきますね。失礼いたします。膝掛けの方にしますね。はい、お席の方通しますので、よろしければあのスリッパの方脱いでいただいて大丈夫です。はい、失礼します。
ではお席の方倒します。体勢辛くないですか？はい、はい、ありがとうございます。手術の方始めていきます。お願いします。髪の毛失礼しますね。お座りにいます。すごく優しいですね。本当ですか？ありがとうございます。こういうスパニスタというか、はい、お仕事に就こうと思ったのは、はい、どうしてだったんですか？もともと前職は全く違う仕事をしてたんですけども、はい、またの化粧品だったりとか美容にすごく興味がありまして、うん、プライベートで化粧品検定を受けたりなどしているんですけども、はい、でその項目の中にヘッドスパだったりとかがありまして、はい、うん、ちょっとあんまり自分に馴染みがないというか、そういうのに興味があったので、ちょっと挑戦してみようかなと思って、はい、ヘッドスパに、はい、ヘッドスパニスタになりました。いかがですか、実際になってみて。はい、そうですね、やはりいろんな方がいらっしゃるので、はい、まあ、お話ししたりとかもできますし、やはり自分の経験になるのでとても楽しいです。はい、アビコ店さんは、はい、駅前にあるということで、はい、まあ、いろんな方が初めていらっしゃる方とかも多いと思うんですけど、はい、最初はどのコースを選ぶのがおすすめとかありますか？はい、私がおすすめするのは、はい、やはり60分コースから、うん、まずは一度。そうですね、はい、30分コースですとちょっと全身というか、そのやらない箇所が出てきてしまうので、うん、まずは全部試していただいた方がいいかなと思いまして、はい、60分コースから全部やるので、はい、60分コースが一番おすすめですね。60分だと、はい、漏れなく全身というか、はい、ここでできることは大体していただける、はい、そうですね、はい、まあ、ちょっと足とかはやらないんですけども背中でしたりとか、はい、あとはまあ肩でしたり、あとは首の方をやらせていただくので、はいはい、また60分からの方がおすすめですね。基本当に駅前で、はい、すごく目につくお店なので、ね、なんかこう飛び込みとか、はい、
フラッと、あ、今日行ってみようかなっていう人もいると思うんですけど、うん、はい、そうですね、ちょっとあれですかね、やっぱり予約とかしていった方が、まあ、そうですね、ご予約していた方が、まあ、確実に入れますね。そうですね、でもし空いていれば、はい、全然飛び込みでも、そうなんですね、はい、ご案内することは可能です。なんか結構サラリーマンの方とか、はい、お仕事帰りにフラッと寄って帰ってくださる方もいらっしゃいます。今空いてるっていうこと、そんな感じですね。こう一箇所一箇所じっくり押していただけるんですね、はい、そうですね、その方がゆっくりほぐれてくるかな、はい、気持ちいいですね、はい、
パニストさんとして働くにあたって、はい、何かこう意識してることとか、はい、何かありますか？気をつけてることとか。そうですね、施術に関しては店長だったりとかと一緒に確認をしたりとかして、はいはい、技術向上に努めてまいってます、うん。まあ、こういうお客様との会話だったりとかはやはり前職が接客業だったっていうのもあるので、そこはちょっとお客様が癒しを求めていらっしゃる方でしたら、やはりちゃんとゆっくりしていただけるようなお店作りをしていきたいので、そういったことは意識してやっております。やっぱりいろんな方が来ますもんね、はい、そうですね、やっぱり若い方から、はい、結構ご年配の方までいらっしゃるので、うん、ゆっくりしたい方もいれば、お話まで楽しみたい方もいたり、はい、そうですね、たまにお仕事の話をしてくれたりとか、はい、まあ、あとはストレス発散にお話ししに来てくれたり方もいらっしゃいますので、はい、やはりいろんなお話が聞けるのでとても楽しいですね。こうやって横になってマッサージしていただけると、はい、体の力をすごい抜くことができるので、うん、はい、お客様の中にも、はい、眠ってしまう人がすごく多そうですね、うん、そうですね、ほとんどの方が寝てくださいます。ありがたい方に、はい、寝ちゃっても大丈夫なんですね。全然もう寝ていただいて、ゆっくりしていただいて大丈夫です。
肩周りをほぐしていただいてたら、はい、腕がだんだん温かくなってきました。あ、本当ですか。はい、血行が良くなっている証拠ですね。こちらで施術以上になります。お体を起こしますね。よしければお使いください。ありがとうございます。お茶をお持ちいたします。白から失礼します。ルイボスティーですね。失礼します。袋にお預かりします。ありがとうございます。失礼いたします。いかがでしたか。楽はやった気がします。よかったです。一応ですね、ただじゃあ肩こりがひどいということだったので、ちょっと肩こりの方をほぐさせていただきました。はい、あと猫背があるということだったので、ここのデコルテの方をですね、ちょっと回してちょっとマッサージしていたんですけども、ここがちょっと凝ってしまうと、やはりちょっと巻き肩になってしまったりとか、猫背になってしまう可能性がありますので、お家とかでちょっと回して、ちょっとマッサージしていただければいいかなと思います。はい、あと首こりの方が、もしすごくひどい時でしたら、ちょっと伸ばしていただいたりとかして、はい、ちょっとお家でもケアしてみてください。はい、何かご質問ございますか？はい、大丈夫です。大丈夫ですか？ありがとうございます。今回は一番悩んでいた首肩周りをお願いしたんですけど、すごく一箇所一箇所ゆっくり時間をかけて丁寧に揉みほぐしてくださったので、それがすごく心地よかったですし、特に肩周りをギュッと押していただくのを何回か繰り返した後は、指先までポカポカと温かくなってきたので、きっとここで止まってた血流が流れてきたんだろうなっていうことで、即効果を実感できました。とても心地よかったです。いただきます。よいしょ。階段急になっているので気をつけてください。ありがとうございました。またお待ちしております。